やはり先週ありました、まあ、今までも何人もの方がスピーチしてらした、高浜原発の、大津地裁で、3、4号機が、運転差し止めになった判決についてちょっとお話ししたいと思います。ちょっと判決のところで特に、まあ、いろいろ感動したんですが、特に感動したのが、原発がいかに効率的でも、事故が起きれば環境破壊の範囲は国境を越える可能性すらあるというのがもう至極真っ当すぎて本当に感動してしまって、この新聞、まあ、ニュースを見た時にもう家族で、大騒ぎをしてしまったという、ことがありました。で、本当に大きな励みになったと思ってます。で、ここ の、 デモで知り合った福井に住んでいる方が、裁判官にお礼の手紙を書こうと言っていらして、それはいいということで、私たち家族も今帰ってます。まあ、ちょっと子供は難しいかなということで、親が帰ってます。で、もちろん裁判についての、その専門知識などがないので、本当にありがとうっていう、その絵はがき1枚のファンレターなんですけれど、もしよろしかったら皆さんもいかがですかと思っています。で、まあ、高浜以外にもその原発差し止めの裁判がこれからも続くわけですけれど、まあ、今回の判決のように司法の正義というのが続いていくといいなと、まあ、心から思っています。サイコロ反対、サイコロ反対、子どもたちの未来のために原発すべて廃炉、頑張りましょう。